黒髪の磯のズボラ酒へようこそ。今日なんですけれども、こちらゾン、レモン堂の塩レモンでございます。なんかね、コンビニで塩レモンだけ結構余ってて、で違うファミマに行ったら普通のこだわりレモン、定番レモンもう売ってました。だからね、どうなんだろう、なんか大きいスーパーとかではもうなくて、まあちょっとそのコンビニとかでは置いてるみたいな感じなんですかね。うん、なんかまだありましたよ。はい、ということで、すごく今冷蔵庫レモン堂だらけうち、はい、ということです。ということで乾杯。で、今日なんですけれども、特に内容ないんですよ。うん、何のテーマについて話そうとかっていうのないので、まずトークテーマを募集したいので、コメント欄で何について話してほしいか、なんかトークテーマあったら、コメント欄まで書いてください。お願いしますはい、と今日ね、俺区役所に行ってきて、でちょっとその区役所でちょっと提出しなきゃいけない書類があったから行ってきたんですよ。それで免許証見せてくださいって言われて、で免許証入って見せたら、あ、これあと3日で切れますよって言われて、そう、俺免許の更新3日後だったんですよ。で普通さ、ハガキが届くじゃん。でハガキがね、届いてたのか届いてないのか、なんかチラシに紛れ込んでたのか分かんないけど、俺が捨てたのかなんか分かんないけど、なくて全く。で俺の頭の中では免許あと2年後ぐらいじゃねえかな更新と思ってたら、うん、したら今日これあと3日で切れるんで注意してくださいねって言われて、えっ、ー、と思って。だから俺今日区役所に行ってなかったら免許失効してました。はい、あぶねえと思って。あのさ、制度やめてほしいよね。そのそれこそアナログじゃない、その免許の更新をハガキで送るみたいなの、ちょっとね、なんかもっとさ、日本って今ペーパーレスを推奨し始めてでしょ、したらもっとなんかいいやり方あるような気がするんだけども、そのそれなんか変なところでアナログあるよね。あと区役所で今日名前をね、住民票をもらいたかったので名前変えてとか、なんかそれもさ、もうちょっとなんかないかなみたいな。あ、それはけどカードがあれば今あれかできたりするのか。うん、そうだよね、そっかそっか。うん、けどその免許のやつね、ちょっと危うく切れるところだったんですけども、切れなくてよかったと。ということで、急遽明日免許センターに更新行ってきます。はい、で次です次のニュースですみたいな感じになってますけど、じゃあね、最近ね、まあ俺結構 Amazon プライムビデオとか、まああとパラビとかね、まあそれ以外にもまあ映画とか見るの好きで、最近 Amazon プライムビデオで見たので面白かったものいきましょう。ね、まず邦画、日本の映画ですね。邦画で一番面白かったのは、最近見た中でよ、アフタースクールでございます。多分知ってる人は知ってると思うんですけども、大泉洋と、佐々木蔵之介、あとはリーガルハイのコミカド弁護士の3人がまあメインでやる映画なんですけども、もうなんだろう、俺もさ、ちょっと単純なところあるから、もう騙されに騙されちゃって、はあ、ああそうだったんだみたいな感じで騙されちゃって、なんだろう、すごく最初の触りだけ言うと、一人がね失踪してしまって、それの行方を追うみたいな感じの映画です。はい、これはね、なんか2回見たいなって思いました。うん、だからそれすごい面白かったですね、邦画の中で。まあ2回見たいなって思う映画ほど2回見ないんですけどね。で次、洋画、洋画はですね、洋画は大して見てないんですけれども、面白かったなって思うのはジョン・ウィックですね。うん、やっぱり、俺キアヌ好きなんで、ジョン・ウィックはキアヌがね、
あの伝説の殺し屋というのでやってますけども、このさ理由がさ、ジョミックの1の方はもう理由がマジかよみたいな、うん、理由、まあちょっと理由だけ喋っちゃうわ、うん、理由だけ喋ると、まあいろんな思いがあるのよ、そのいろんな思いがあるんだけど、まあ簡単になんでジョン・ウィックはまた殺し屋になったというか、敵討ちであんなにバンバンあの殺し屋になったかというと、犬を殺されたからっていうね、うん、まあもちろんそれはもう大罪なんだけどね、こうハリウッド映画のさきっかけとしてはおおみたいな感じなんだけど、やっぱりキアヌがかっこいいっていう映画ですね、うん、が面白かったんで、面白かったんだけど、ジョン・ウィックに関しては何回も寝落ちしました。実際なんだろうな、こうずっと暗いのよ、ちょっと晴天の日みたいな、ピーカンの日みたいなのはないから、ちょっと暗いのよ、うん、なんかそれがちょっと寝落ちの原因になったんだと思います。で次、恋愛です。恋愛も行きましょう。恋愛はですね、邦画、恋は雨上がりのようにでございます。まあ、これは、大泉洋と、小松菜奈ですねの、お話で、まあ、高校生と、45歳のファミレスの店長のね、まあ、ちょっとしたそういう話なんですけれども、まあ、これが俺的には面白かったっていうか、これはただただ小松菜奈が可愛かったっていうだけです。はい。で、内容的には俺的には結末なんかちょっともやっとしました。正直もやっとしちゃった。てか、そのさ、まあ、それ45歳と高校生の恋愛なんて成り立たないんだけど、あの、小松菜奈だったら多分45歳の人付き合ってると思う。大体の男の45歳の人。うん。小松菜奈だよ。っていうのは俺は思った、正直。で、その女子高生の小松菜奈がただただ可愛かったっていうだけです。ね、その映画を見てから、あ、小松菜奈いいじゃんと思って、いろんな映画見たんですよ。で、ちょっと小松菜奈シリーズちょっと行かせてもらうんですけど、あのですね、溺れるナイフはちょっとよく分かんなかったです。なので途中でやめました、見るの。僕は明日昨日の君とデートするというね、あの福士蒼汰と、小松菜奈がや ある恋愛の映画なんですけども、これはね、俺ね、これやっぱバカなんかなと思って、もう全然分かんなかった全然分かんなかったっていうか、あのこう、なんつうんだろう。これも、まあ、見る人は見てほしいんですけど、なんか、ちょっとね、パラレルワールド的な話なんですよ。で、なんだろう。まあ、それにちょっとひねり入れてるみたいな感じで、俺ね、いまいちこの、その、わかる人にはわかるんだけど、この感じがいまいちわかんなくて、30日が1日で、18日が12日、何みたいな感じのところが最後まであったから、最後の回想のシーンもちょっとちょっとそこがね、一番のピークで泣けるところらしかったんだけど、ちょっと泣けなかったですね。もっと単純な映画にしてくれ。恋愛映画は。ってことです。で、それでライブでね、俺が小松菜奈いいじゃんと思って、俺、そのよく YouTube のライブで好きな女優誰ですかって聞かれるんですよ。で、その時に、まあ、最近テレビ持ってないから見ないんで、長澤まさみかなみたいな話したんですけど、俺小松菜奈だって、その時言ったんですよ。で、その小松菜奈だって言った時に、この映画見てくださいって言われた映画が、坂道のアポロンっていう映画なんですけれども、この恋愛映画は面白かったです。俺的には、ハッピーエンドも良かったし、一番俺的にはこれがハマりました。なんかすごい青春っていう感じの恋愛映画。まあ、その一つのね、その小さい、長崎の小さいね、街で繰り広げられる、まあ、映画なんですけれども、恋愛のね。まあ、それで、俺は、面白かったな、坂道のアポロ。なんかその構成とかがしっかりしてたし、うん、良かったですね。はい。ただ坂道のアポロンの小松菜奈より雨上がりのようにの小松菜奈の女子高生の方が俺は好きです。はい、っていうことです。っていう感じで、これがまあ今期のね、最近見た中での Amazon プライムビデオ面白かったのがこんな感じです。逆になんかその Amazon プライムビデオこれ面白いよっていうのあったら教えてください。
あのコメント欄でお願いします。もう今日コメント欄で教えてもらうことばっかりですね。ズボラ酒のタイトルとあのなんかトークテーマと、あの最近面白かった Amazon プライムビデオの映画Amazon プライムビデオマジで入っていった方がいい。500円だもん。月500円でめっちゃ映画とか見れるし、あとで配送も早く来るからめっちゃお得だと思いますよ俺は。うん、じゃあ次、ちょっと思いのほか今あの映画の話で俺がヒートアップしてしまったので、インスタの DM 質問いきます。久しぶりですね。質問です。オナニーは筋肉を分解するコルチゾールが増えると言われてますが、勃起するだけでもコルチゾールは増えるでしょうか。コルチゾールだから、ストレスがかかってコルチゾールが出ると、あの逆に勃起しなくなるよ。だから勃起するだけでコルチゾールが増えるってことはない。まずストレスを感じる人とかコルチゾールが出てる人はもあの勃起不全とかになりやすかったりとかして、あの ED 治療とか受ける人が結構多いです。はい。で、あのね、この間小顔矯正意味ないよっていう動画出したから、美容の質問がバン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 来るんですよ。で、めっちゃ来てて、で、ちょっとそれあのすごく、なんつうんだろう、顔も写真送ってきてくれてることがいて、そういう人はすごいシビアな質問とかはちょっとたま時間が見つけては返したりはしてるんですけれども、まあそれ以外はちょっとここでやっていきましょうかね。私はクリームタイプのクレンジングを使用しており、顔をマッサージしながら乳化させています。湯船に浸かりながら10分くらいマッサージ感覚でクレンジングしてしまうのですが、やりすぎでしょうか。しっかりとメイクを落としたいということなんですけれども、10分もクレンジング使いますっていうことですね。別にクレンジング10分もしなくてもメイクって落ちますよね。もっと早く落ちると思います。そのマッサージを入れてるっていうことで、まあ、10分ぐらいやってると思うので、10分はやりすぎです。基本的に肌っていうのは触らない方がいいんで、触りすぎない方がいいんですよ。なのでちょっとそんな10分も毎日毎日こうやってね、乳化させながらやってたとしても、それはやりすぎ、皮膚に刺激与えすぎ。しかもクレンジングなので、あのクリームクレンジングとかジェルクレンジングって刺激性少ないもん成分で作られたりとかされてますけれども、それでもあの10分なんて乗せてたら肌が荒れる原因、皮膚に例えば炎症が少しあったりとかしたら外部刺激で肌がもっと炎症を起こしてしまったりとかしてしまいますので、10分もやる必要はないです。はい。ただ普通に湯船に使って普通にクレンジングジェルとかクレンジングクリームとかであのクレンジングしてあげるだけで俺はいいと思いますよ。それでもしっかり落ちないようであれば、あの最初にね、あのコットン型のメイク落としをしてあげて、その後に、湯船に使ってあげて、クリームとかジェルとかのクレンジングをしてあげて、ダブルクレンジングっていう風な感じもいいと思います。はい。で、次、この質問最近めっちゃきます。ダーマローラーって実際肌にどうなんですか。毎日使わない方がいいと聞いたのですが、使う頻度などもご存知でしたら動画にしてほしいです。で、このダーマローラー、あとダーマペンっていうのはすごく流行ってて、ダーマローラーは毎日使えない毎日使うものじゃないし、毎日絶対に使いません。ダーマペン、ダーマローラーに関してはこれは動画でやります。今言うと理論的には効果があるんですけれども、そのセルフでやるダーマペンでもう効果があります。クレーター肌とかも効果があるんですけれども、ただあの皮膚の深度があるので、こう深さ、層によっての深さっていうのがあるので、それが、美容クリニックとセルフのやつっていうのは違うんですよ、使える扱える深度が。なので、まあそこら辺も全部まとめてやります。ただ理論的にはクレーター肌や毛穴にはまあ効果があります。はい。三頭筋のセットの組み方なんですか。伸長種目と収縮種目を交互にやった方がいいのでしょうか。三頭筋のセットの組み方っていうか、三頭筋組むんだったらあれにしたらいいんじゃないですか。スーパーセットで二頭筋と三頭筋両方組んであげるっていうような形で、まあ拮抗筋で、まあ、鍛えてあげるっていうような感じがいいと思います。三頭筋は外側頭を鍛える方がいいかなと僕は思ってます。特にフィギュア競技とかに関してとか、腕太く見せるには、こうやってやった時にね、あの外側頭、三頭筋の外側頭が、太い人の方が、アウトラインとかシルエットが大きく見えるので、まあ三頭筋は外側頭を、メインとして鍛えた方が俺はいいかなと思ってやってます。はい。まあ今日はそんな感じでございますので、またちょっと質問あったら DM ください。あ、お酒全然飲めよ。
ていうことです。それでは